はいどうもさっくんです。今回はこちらというか駅名表がないのでちょっと移動します。はい、大変失礼いたしました。今回はこちら近鉄京都線高野原駅に来ております。目の前にはイオンモール、クソでかいショッピングモールがございまして、近鉄京都線の中でも大きい住宅街が広がっております。今回はここから学研なら富ヶ丘まで向かいたいと思います。なんとね、この近鉄高野原駅と近鉄の学研なら富ヶ丘駅って結構近い位置関係にありまして、近鉄京阪那線が終点の学研なら富ヶ丘からこの高野原駅まで来てしまえばかなりアクセスも利便性もいいのだろうと思うんですが、これをあえてバスでつなぐ理由、それを探ってみたいと思います。高野原に到着です。これイオンモールでかいな。だしかし、今からバスに乗ります、ね。そしたらなんとこっからね、京阪那線にある学研なら富ヶ丘駅に行けるバスがあるんで、鉄道では結んでほしいルートであるんですけど、まあ実現には至っていないということで、ここはバスで結んでいるそうです。これ4番乗り場ですね。今回はこの高野原駅から学研なら富ヶ丘駅へ向かうバスをメインに紹介しておりますが、この高野原駅のバス停は全て奈良交通のバスが陣取っており、なんと JR の奈良駅の西口、そして近鉄奈良線の学園前も結んでいる系統もあります。このまま近鉄京都線で大和西大寺に向かい、そこから近鉄奈良線で大阪方面、またはこの他の乗り場から出ている学園前行きのバスに乗り、その学園前駅から近鉄奈良線で大阪に帰るという手段もたくさんありますが、このバスに乗車するお客さんの大半は途中の兜台という住宅地に向かうお客さんが半分以上で、我々のように京都からわざわざ高野原で降りてこのバスに乗車し、学研なら富ヶ丘から近鉄の京阪那線に乗り換えるやからなんて相当マニアだと思います。しかし混雑緩和にはなると思います。この高野原駅から大阪難波へ向かおうとすると、やはり先ほど言いました大和西大寺乗り換えが必要となりますが、その大和西大寺は近鉄京都線、橿原線、奈良線がクロスする、いわば近鉄のジャンクションと言われる場所ですので、終日乗り換え客でごった返しております。その乗り換え駅を避けて京阪那線、そして地下鉄中央線で大阪市内へ抜けることができます。いよいよ乗車予定のバスがやってきたのかと思いきや、これではなかったようです。大回りをしているものの全然近い場所には来ず、そのままスルー。車両は日野のメーカーの車両ですが、後ろの扉が4枚扉となっていました。あれは貴重ですね。その後ろをかなり小型のバスポンチョが通過。結局どのバスでもなかったようです。乗車予定のバスは画面左上にあるバスの待機場にいました。待機場の左手に止まっていたラッピングのバスが動き出しました。あのバスが77系統の学研なら富ヶ丘行きのバスでした。この撮影の日は気温が40度近くになっている猛暑日でしたので、できたら早いうちにバス停の方にバスを止めておいてほしかったのですが、皆さん内輪などで仰ぎながら我慢して待っていました。それでは乗車していきます。2014年式ブルーリボン2でした。こちらは普通に後ろの扉が1枚スライドの扉でした。車内は冷房がガンガン効かされていて快適な温度を保たれていました。寒い日や暑い日だけバス停に停車していることはできないでしょうかね。この日は本当に暑かったです。汗だくで服がビチャビチャの状態で冷房をガンガンに浴びます。この77系統は1時間に2本運転されています。この時間帯は座席が全て埋まることなく、
二人掛けのシートに一人ずつ座るような感じで、ポツポツと空席もありました。ターミナルを出てすぐに右折します。右折してバスターミナルを横目にすぐに先ほど見ていましたクソでかいイオンモールをもう眺めながら次のバス停兜台1丁目に向かいます。ここからしばらくは兜台1丁目、兜台1丁目西、2丁目、3丁目と連続で兜台のバス停が続きます。この辺りの住宅街は1986年昭和61年に入居を開始。入居開始当初から近鉄京都線の高野原駅は最寄り駅として利便性はとても良かったようです。しかしその近鉄京都線の高野原駅はなんと奈良県になります。京都府木津川市のギリギリ南の端の方、少し行けば奈良県の一番北側に入ることができる地区になります。なのでバスのルート的にはこの兜台に入った時だけ京都府になります。学研なら富ヶ丘はまた奈良県ですので、この住宅地を越えるとまた京都府から奈良県に戻ることになります。兜台3丁目に到着です。かなりのお客さんがおりました。これで乗車人員は半分ぐらいに減りました。次のバス停聖火桜ヶ丘3丁目に到着です。このバス停を出てから次の大きな交差点を左折すると奈良県にすぐに戻ります。こちらの桜ヶ丘西という交差点を左折、ここを出てすぐにもう奈良県に入ります。京都府木津川市のエリアは先ほどの兜台1丁目から聖火桜ヶ丘3丁目だけとなります。神宮バス停に到着です。ここでさらに下車する方がたくさんいらっしゃいました。すでに最初に乗っていたお客さんよりも3分の1ほどになってしまいました。次のバス停は東富ヶ丘6丁目東だそうです。東を強調しすぎて何が東側なのか全くわからないようなバス停となっております。先ほどのバス停を出てすぐの交差点を右折、奈良県に入って南下してすぐにまた西へ向かって進路を変えます。先ほどのバス停からかなり距離がありましたが次のバス停に到着。しかし降りる方はいらっしゃらなかったので専用のバス停を通過。このバス停を始発とする高野原行きのバスが止まっていましたが、運転手さんはお疲れのようでした。そっとしておいてあげましょう。京都府木津川市の兜台付近ではこのような一軒家もありましたが、おそらくこちらの学研なら富ヶ丘側の方が
高級住宅街のようです。大体のお家は石垣があるお高そうな住宅ばかりでした。先ほどからずっと上り勾配が続いております。車内はそこまで混雑しておらず、2人掛けを1人ずつに座っているか空いているかぐらいの感じの乗車率です。東富ヶ丘1丁目を越えるとしばらく下り勾配に変わりました。そしてイエローハットがある交差点を右折、これを曲がると目の前にはもう近鉄京阪那線の学研なら富ヶ丘駅が見えてきます。そして先ほどの北富ヶ丘1丁目を出ると次は終点の学研なら富ヶ丘駅です。バスの乗車時間はだいたい20分ぐらいでした。バスでだいたい20分ぐらいの距離だと鉄道を伸ばしてもそこまで費用がかからないとかいろいろ考えてしまうのですが、先ほど通りました京都府木津川市の兜台ですが、2020年統計の世帯数2912世帯、人口は6990人となっていました。この人数だと公共交通機関ではやはりバスの方が便利だと思われました。そしてこの学研なら富ヶ丘駅の目の前には近鉄京阪那線を塞ぐかのような大きな山がそびえ立っていました。はい、学研なら富ヶ丘到着でございます。今日バスでですが、ここを、近鉄高野原とこの学研なら富ヶ丘をつなぐことができるということで、こんな感じでバスがたくさん走っております。ということで、ちょっと撮影をしてからということで、今回の動画はこれで終了となります。もし参考になった、面白いと思った方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。またツイッター、ブログ、インスタもやっております。またメンバーシップの会員も募集しております。一番安いもので月額290円で限定動画見放題となっております。また限定のライブ配信もやっていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。